うん、頭からこう神経が出てて、うん、お尻の疲れを腰痛の疲れとして頭が間違えてしまうことが多いんですね、うん、なのでしっかり緩めていきます。私がわざわざ説明したってことは、うん、痛いってことね。はい、頑張って、ここ、おーいしょ、ここだ。でもさっきの方が痛すぎてね、足の外側がマックス、外側がマックスで痛かったね。うん。痛くなくなっていきます、本当に。今日が一番痛いんですよ。痛すぎ、食べすぎ。定期的にマッサージは行かれるんですか？行ってないです。まあ、そんなもんですよ。離上筋っていうところですね。離上筋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 ね。ちょっとマシになった。マシになってきたでしょ。うん、では反対側に行くんですよ。ここはね、今までマッサージでもあんまり緩められてない場所だから。左の方が硬かったね。あ、そうですか。でも、うん、痛いけどね。痛い。あ、これ。痛い。じゃあね、今からね、お尻触っていきますよ。はい。ここね、よいしょ、ここだ。ここだ。
痛い。では指でね、緩めていきますね。はい。ではここ。ほら。ほら。あ、でもほら、痛み減ってきたよね。ちょっと。柔らかくなってきましたわ。あ、よかった。なんかすごい足首の方までビリッと、はい、ビリッとくるでしょ、うん、なので足の疲れがこの辺に溜まってると、うん、足の方までいっちゃうんですね、うんうん、これが硬いとやっぱ背中の方まで硬くなっちゃいますから、はい、なんかお尻なのに足がつりそう。そう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 、あるんですよ。はい、ではこちら側を上にして横向いて寝てください。はい、お顔隠したいならマスクしますね。撮影されてるからね。あ、そっか。でお尻の筋肉って実はここからここまでくっついてるんですよ。なのでね、しっかりね緩めていきます。私がわざわざ説明するってことは痛いってことですからね。頑張ってよ。これは マックス2です。マックス、よーここ痛い。まだまだ強くできるって言ってくださいね。うん、もうこれでいいでしょ。これ2ですよ。1にしなくてよかった。1だったらこんなんだよ。まだまだよかった。まだまだこんなんとかね。何考えてんだ先生って言われちゃう。揺らすの禁止です。揺らすの禁止。うわ。そう、この辺になんか効いてるでしょ。そうです、そうです。うわうわい、あった、あー、よいしょ、よいしょ。ではここね、うわー、これ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 、あ、それはめちゃめちゃ効きますね。つりそうない、はい、では今度反対側に行きましょうか。向こう側。はい、ではで行きますよ。頑張って、おっ、ここだ、おお、釣りそう。ふくらはぎの外側が釣り、ここに来るでしょ。そうです。つながってるんですよ。それはお尻ですか。これお尻の筋肉がね、こっからここまでくっついてるんですね。
上向きになりましょうか。仰向け、仰向け。おお、いった。では、ここね、ちょっとしっかり緩めてみますよ。痛いのはここ。この上向きでいいです。これは痛くなくなるんですか？なくなっていきます。私も正人先生にこれをやってもらってるんですけど、うんうんいや初めに痛すぎたね、クソ耐えないよ考えたのって言いながら受けてたんですけど、うん、緩んできたらね、うん、あのそこまで痛くなりません、うん、はい、勝手に足はい、広げますよ。そうなんですよ。人間の体の中で、筋肉でね、はい、足が 70% ぐらい締めますから、あ、そうなんですね。そこをやっぱりしっかり緩めてあげないと体って楽になってくれないんですよ、うん、なんか筋トレするときも初めスクワットからとか言うじゃないですか、うんうんうん、やっぱりね、足をしっかり緩めてあげた方が肩こりとかも、うん、体全体が楽になってくれます。うちの昔は、なんていうの、肩と首がしんどいって言ったら肩、首しか触らなかったんですけど、うんうんうん、それじゃ取れないいいようになってきたんでね、足から足から足よりマシですよね、うん、足お尻よりはマシでも指がつりそうだよね。意外と怒ってるのが実はこのね、はい、胸のここ、はい、ここが凝ってると肩こりになりやすいんですよそんな痛いとこよく見つけてきたなって、
はい、では下向きになります。